オートレストランの例オートレストランは自動販売機による食品の販売及び接触できる設備を備えた施設。食品はハンバーガーやトースト、うどん、ラーメン、アイスクリームなど。多くの場合は無人で24時間営業であるが、ゲームセンターなどを併設している施設は、友人で営業時間を設けている場合もある。 露天風呂などの入浴施設やドライブインに併設されているところもある。1970年代、長距離トラックのドライバーなど深夜に食事をとる客を対象として、主要国道沿いの郊外型店舗が発展した。当初は電子レンジや給湯器で調理させる形式であったが、後に天ぷらそばを自動調理する自動販売機なども登場し、食事のバリエーションが豊富となった。 1978年、テレビゲーム機、スペースインベーダーが登場すると、オートレストランと、郊外型ゲームセンターの融合店が登場し、全盛期を迎えた。しかし1980年代に入り、24時間営業のコンビニエンスストア、ファーストフード店が全国各地に増加すると、深夜でも自動販売機に頼らず食事を調達することが可能になったことから、 構造が複雑でメンテナンスに難点のある自動調理する自動販売機が車用化。治安上の問題もあって急速に店舗数を減少させた。その後、コンビニエンスチェーンがオフィスなどに弁当や飲料の自動販売機を設置するオートマチックスーパーデリスのような業態も出現している。また、高速道路のパーキングエリアでは売店、 軽食コーナーを廃止あるいは無人化して、この形態に移行するケースも増えているほか、トイレしかないパーキングエリアや新設するパーキングエリアなどでも、このような対応をしたりする。2010年頃には、食品自動販売機がメディアで取り上げられており、それをきっかけに客が増えた、オートレストランもある。ありがとうございます。